はい、こんばんは。えー、今日一日終わりました。一週間終わりました。で、一、えー、週間、今日終わった終わり値は38,980円ぐらいです、えー。700円ほど下げてますね。えー、先週終わりが39,600円でしたので、700円下げてます。はい、ということはね、えー、まあ、300倍動きがあるので、えー、まあ、結構ね、えー、下がったかなという気がするんですけど、 まあそれちょっとあとしてね、今週の動きとしては、最初がね、今月は体育の、今週は体育の日があったんで、週始めえは、えっとね、12日かえ12あ、14か、14日はお休みだったんですよね。はい、で、15日からえ私、仕事復帰をしてみると、初日ね、この15日か。 これは、ね、なぜかというと総選挙の発表があったんですね。はい選挙戦が始まると。というとね、ねたい総選挙の時あのあ総選挙があるときは株価が上が,上がるんですよ。各ね議員さんがね経済の、ね、あのいいことを言うんで上がっていくんですね。ただし、この16日から水木金とゆっくりと下げてまあ、先週終わりより700円ダウンという結果になりました。はい ではね、私のはどうだったかっていうとね、簡単に言うと、1万円アップです。1万円アップ。1万円だけ上げました。マイナスじゃなくてね。はい。えー、という結果でした。はい。で、何かっていうとね、うん、実はね、一つあるんですよ。あの、たいね、減ってる人が、下げてる人が多いと思います。で、私はね、実は、あの増えた理由が一つあります。はい。また、多少、代表的なことを言うと、まあ、いろいろ。 代表的に言わないといけないんですけど、そう、大体全般的にこう下げてますよね。まあ、イオンとか上がってますけど、大きく上げたのが1個あるんだな。あ、S&P500 いいですね。アメリカね、株価上がってるんですよ。はい、これは良かったかもしれないね。でね、一番すごいのがね、1個ありました。ちょっとねね1回待ちましょう。はい、大体出そいましたね。はい、ほぼね、横ばいか緩く下がってる感じですね。はい。 でえー、一番下のサムティホールディングス、これ,これですね。これがどんどん、ね、ストップ高になってますよね。はい、ちょっと、ね、拡大してチャート見ましょうかね。はい、このサムティなんですけども、実はね、上場廃止を発表してます、はいでえー。今、上場廃止前は、まあ、2800円がマックスだった、最大だったんですけど、えー、このね、15日かな。 ああ12日の夜かな、あの発表があって、えーとね、シンガポールのー会社が TOB という形で、えー、株をね、市場の株を全部買いますとで、それが3300円だと、でえーまあ、買い取った後に、そのシンガポールの会社が多分、えー、何百万株ってあると思うんですけど、それを1株にしてで、えー、上場廃止するという。 結果となっています、はいまあ、あの要するにね、上場廃止するってことは、えー、今の株価より高い値段で、えー、買い取って上場廃止となります。えー、一般的にはだいたい15%上げで買い取ることがルールになっています。はいえー、それとね、えー、これはね、えー、この株はね、えーとえーまあ、業績がすごくいいんですね。で配当も4%ぐらいで、 人気があるそれから株主優待であのホテルを経営してるんですね全国ねで大都市にあるホテルをあの株主優待で泊まることができるというすごい魅力のある銘柄ですねサムティとかねそれが、まあ、いよいよ上場廃止で配当金や株主優待がなくなってしまうんですねということはもう売った方がもうなるべく早く手放した方がいいと思います、はい、ただしね、えー、上場廃止ということなんで 会社都合、サムティーさん都合なんで、あのー、売り買いするですね、このなんて公開買い付けなので、えー、公開買い付けで売る,売るっていうことは、あのーえー、相手方、まあ、サブティーさんの方の負担で、えー、証券会社の手数料とかを負担してもらえるんですね。はい。だからね、これ待ち、待った方がいいです。最後、ギリギリまで。はい。ギリギリまで待った方がいいですね。それか、まあ、 なんてのおこの3300円、私300株でほぼ100万ですね。えー、それを早く運用した方がいいと思うんで、私はね、あのーえー、証,証券会社の手数料お、数百円のことは考えないで、えー、売ってしまって新しい投資に向かった方が、えーまあ、お金をね有効に使えるのかなと思います。はい、でちなみにね、NISA、えー、枠で買ったんですけど、大体いいね、2.5倍ですね。 はい、2.5倍で買ってます。はい、えー、っとね、40万ぐらいで買ったんですね。<laughs> はい、300株を40万ぐらいで買って、たい100万ぐらいになりました。だから60万が、まあ儲かった感じですね、はい。ただ、あと税金はちょっと払わなきゃいけない。あのただ、あ、そっか、2、3枠だから税金は丸儲けなんですね。という形になります。はい。えー、また新しい投資にね。 それで3300円以上で買う人はもうこれ現れません、絶対に、ねで。それ以下で売ることはないですね。そのまま黙って持っていれば、自然に3300円で、えー、11月30日が、えー、頂上廃止の日,日なんですけど、自動的に、えー、現金化されてしまうんですね。強制的になってしまうんですね。はい、という感じですね。これがまああの いくら上がったかっていうと、えー、500円上があったんですねで、えー、500円の300株なんで、えー、15万一挙に増えてるんですね、はい、で100万のうち15万だから、まあ、やっぱり15%なんですね15%、えー、上場配信の場合は、えー、今まであ応援してくれた株主に、えー、還元してあげなきゃいけないルールになってますんで、はい とということです、ねはい、だ,だからな世,の中世間がすごいね、えー、下がったんですけど、21万ぐらい私だと下がるところは1万円アップっていうのはこのサムティの、えー、上場配信のおかげで、えー、私だけは、えー、逆にちょっと1万円アップでなってます。はい。えー、という形ですね。はい、えー。ちょっと戻しましょうかね。はい。で、まあ1週間ではあのほ,ほぼ横ばいか若干マイナスですね。 だから今、買うチャンスでもあるんです。はい。で、えー、どこを買うと正解かっていうと、実はね、来月11月の中旬ぐらいがピークとなるんですけど、10日ぐらいがピークとなるんですけど、3月決算の、えー、決算発表、中間決算ですね、発表と、えー、期末の予測の発表があるんですね。これね、1年で一番上がる時期です。ここが10あの11月末が、あ中旬ぐらいがね。 で今のうちカットがないと、えー、高い値段になると思います。これから上がってくる形になってくるので、まあ、選挙もありますしね。はい、じゃあ、どこがいいかというと、おすすめ銘柄を言っときます。はいえーとね、これは、ね、1週間チャートとか見てもダメなんですよね、はい。半年チャートですね。どこがいいかというと、今下がっているところですね、はい。オリエンタルランドです。はい、これはもう多分下限値だと思うので、えーこね、半年前は。 なんと4700円だったんですね。それが3500円になってますから、はいで。これはもうね、業績が悪い結果出てるんですけど、もう折り込み済みになるっていうことと、えー、今後期待できるんでね、これは今買っておいた方がいいかなと思います。はいえー、ソフトバンクですね。はい、これ190円割ったら買いなんですね。で、最高値が2万円、えー、200円だったんでね、あれがですけどね。はい、で私1万 1>, 1万5000株持ってます、これ。1万5000株。はい、期待してますよ。で、高配当で有名なところなんで、ソフトバンクですね。今、下がってるところなんで、これはチャンスだと思います。で、えっ、ー、とね、これはね、ディフェンシブ株っていう名概になるんですね、ソフトバンクっていうのは。あのー、世の中の業績にかか、えー、わらず安定しているというところがいいところなんですね。ただし、そんなに増えない。その代らそんなに増えないというとことがディフェンス株ですね。 で今、下げてきているところで買うと、まあ、若干ですけど、えーまあ、利益が出るのと長期保有で、えー、配当金がもらえるといったところになります。あとはね、うんまあ、日産ね、どうだろうかね、うん、今ね、だから高配当なんていうんですか、下げてるからね。 ただしね、ちょっと、新型車があんまりかっこよくないんですよね。あの、新型車、かっこいいの出るのをちょっと待ちましょう。これは今年はちょっとやめた方がいいな、はい。銀行ね。銀行上がってこないですね。なかなかね。うん見送るかな、はい。ヤマハです。ヤマハ。これね、これ多分いいと思います。業績すごいいいんでね。いいと思いますね。これ期待していいんじゃないかな。 楽天は800円ぐらいで買ったんですけど、1000円超えましたね、一旦ね。うん、で、サムティはもう買わない方がいいですね、やめた方がいいですね。ね、はい、というところですね。だから、うん、ば、ディフェンス銘柄になっちゃうんでね、なんか、ボーンと上がるのはなかなかなさそうだな。ヤマハはね、結構いいと思いますよ、これ。ね、もっとちょ長期的に見ると、もっとね、あの、上げてますからね。これね、 5年前ぐらいに買おうかなと思ったんですよね。要するに5年前だと、えー、5倍あ、えー、5倍かな、5倍ぐらいです、ね5倍えー、になってますから、ヤマハ、ね、株,株式分割して3分割して、私さあ300株になっちゃってるんですけど、はいね、あの要するに、えー、5倍ぐらいにな,なったので、うん、これはね結構伸びてくれるかなと思いますね。 あの二輪、バイクのね、二輪がイメージがあるんですけど、実はそれ以外にもね、いろんなね、あのえー、なんだろうあの、カート、ゴルフ場のカートの中で有名ですけど、自動運転の技術がすごい高いですね。この辺ちょっと期待していいと思うかな。はい、うんそうですね。S&P500 ですかね。これね、ディフェンスがあるんですけどね、まあ、まあ、でも本当、長い目で見ると、すごい上がってますよね。 まあそんなとこかな。今、今ね、ちょっと何ともいないですよね。悪い結果が出されちゃったら、一挙にね、下がっちゃうんでね。うん、ねだから、あのディフェンス銘柄でえ、いい結果、悪い結果、関係なくても安定しているところですね。がいいかなと思いますね。しか言えないんですけど、マクドナルドもいいな、うん。なかなか上がってくれたよね。5000円ぐらいで買って、えー、6500円ですからね。まあそんなに伸びないけどね。 はい、ええー、あとハンバーグも食べれていいです、はい、じゃあトータル確認します、えー、今週はね寄生横浜に帰省したんで結構使っちゃったよねはい温泉旅行も箱根も行っちゃったしねええー、あとね家をえー、といろいろ手かけるんでねその塗装塗料を買ってきたりねカッティングシート買ってきたり草刈りやったりとかしてね結構 こうねあのー、お金使っちゃったかな。あと今後今月末には多分支払いで、えー、72あと2万払わなきゃいけないのかな。だからね、うん、株式が1600万ちょっと割るかな。でも来月か再来月にもまた復活するでしょう。はいねえー、今月もちょっとま執行時の手付金払っちゃってるんで、うん、まあ、増えてるには増えてんだな17万ぐらい。うん 17万ぐらいですね。で、これ20万ぐらいちょっと使っちゃったんで、うん、あのー、だいたい30万ぐらいは株は増えてくれたんですけど、うん。で、日経平均もね、あの3の9000円前後ずっとつ続いちゃってるんでね、もう4万円早く超えてほしいですね。はい。で、えー、こうやって見ると、そう、えっ、ー、とね、あんまり増えてないですね、ここのところね。 どううしたんだろうね日,日経平均ねであと上場廃止する会社がちょっと増えてきちゃってるんでね、はい、でみんな現金化しちゃってねあのそうなかなかねあの、えー、株ねお金で株を買ってねあの配当金とか、えー、株価が上がってくれてね、えー、増えてくれないんですよね。うん、はい ただ、あと、あとね、ちょっと、あのー、久々なんで言っときますけどね、ここね、株を再開して、えー、大体6年目ぐらいかな。はい、6年前はね、えー、300万だったんですよ。<laughs> これ、正直言って、スタートが。はい。だから、で、で、あと、いろいろね、ローンを800万使っちゃったりね、全部払い切っちゃいましたよ。それで、800万全部払い切ってね、ね、えー、もう全く無借金状態ですね。 で、あと、その、なんだ、リフォームをして、また払っちゃったりとかして、はい。あ、違う違う、800、850万だ。はい。で、今回、80万使っちゃうから、えー、まあ、900、900万ぐらい使っちゃってるんで、本当だったら2500万あるんですよ。2500万ね。で、えー、約6年前は300万だったので、おおむね株で2000万。 え2000、ー、何百万だ2200万ぐらいあのー、この6年間でえー、稼ぐことができました20002000、はい、万以上ねはいだからまた6年後2000万増えてればこれがえー4000、ね、万ぐらいになると思うんですよはい、ね、ただちょっとね何て言うかな増えにあの日本経済がね そんなに強くないんですよね、今ね。はい、ね、ノートの地震もあったし、ね、早くねあの復興してもらって、ねあのー、日本にも、日本にね、いろんな外国の方,方来てもらってねあ、どんどん経済力をつけていきたいなと思います。つけていただいたらなと思いますね。はいということで、えーとね、今月末にはね、これがねうん、1600万ぐらいになっちゃうかな、予測としてね。 はい、多少株が増えて、これから月末増えてくれて、あのー、なんだ、リフォームの、えー、残り70万払って、で、1600万ぐらいになってくれたらいいかなというふうに締めくくります。はい、ではね、えー、っとね、そうそうそう、うん、えー、投資結果としては、今週は、えー、あまり良くない。 でサムティィのおかげですね、TOB が入ったから上がってくれて、ただそこはもう上場廃止なんで、これ以上増えることがないということです。あ新てな、えー、展開はちょっと出せなくて申しあの、紹介できなくて、ね、申し訳ないんですけど、まあ、今週は以上です。